はい、というわけで今回も始まります。今回は岡山県新見市にやってまいりました。こちらなんですけども、鎌倉時代からお城があったとかいう話もあったり、備中松山城からこちら新見市まで高瀬舟が通っていたということで、昔から栄えていた町と言われているんですよね。今回その新見市に足を運んでみました。老舗のお店があるということで、ちょっと楽しみですね。はい、というわけで今日は新見に来てますね。この新見駅の前に今いるんですけども、この近くにね、ちょっと昔からのね食堂屋さんがあるということで、今日そちらの方にねお邪魔しようかなと思うんですけども、駅の目の前なんですよね。じゃあちょっとそちらの方に今日はお邪魔しようかなと思います。新見市観光案内所、今日はこちらですね、菊屋食堂。こちらにお邪魔します。というわけでいざ入店でございますね。店内の感じがこんな感じでございますね。昔ながらの食堂というようなね感じかなと思いますね。気になるメニューがこちらになりますね。まあいろいろね、麺系とか丼物とかね、いろいろあるんですけど、今回はオムライスと備中そばをね注文させていただきました。でまあこちらのね菊屋さんなんですけども、創業が60年ほどなるということなんですよね。いやー、いい雰囲気してますね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。さてさて、備中そばこちらになりますね。いやー、美味しそうですね。それでは早速いただきます。うん、あ、美味しいですね。なんか懐かしい感じですね。いやー、こちらね、野菜とお肉がね入ってて美味しかったですね。もうお汁もね甘口なんで非常にね食べやすかったですね。続いてはこちら、老舗のオムライス。いや、美味しそうですね。それではいただきます。うん、あ、美味しいですね。めちゃめちゃ美味しいですやばい、やばかろやばいです、めっちゃ。あ、いいですね。なんか味が優しいですね。いやー、ここ最近ね撮影でいろいろオムライス食べてきたんですけど、まあ、それぞれのね美味しさあるんですけど、こちらもねまた他のお店とは違った味わいというかね美味しさがありますね。まあ、でも非常にね食べやすいですね。こちらペロっていう感じですね。いやー、美味しかったです。はい、というわけで今日は終わろうかなと思います。まあね、いろんな人に出会いますね。いいですね。今日は新見ということでね、まあ以前ね水害あったんですけど、まあね、いい感じで落ち着いてます。でもなかなかねその後継者がいないので、お店畳む場所がお店多いらしいですね。まあ、この60年続いたりとかは当たり前なんですけど、やはり後継者がないということと、このコロナ禍のタイミングで閉めちゃうお店が多いようです。なかなか難しいところもあるんですけど、まあいろいろとね足を運ぶ場所はあるかなと思いますけど、ね、美術館とか、まあ、昔ながらのね建物とかいろいろあるんでね、
ぜひ足を運んでみてください。駅から近いところです。はい、ありがとうございました。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。今回は新見市にあります菊屋食堂さんにお邪魔させていただきました。こちら創業60年となる老舗の駅前食堂ということですね。おすすめが備中生そばやオムライスということですね。まあ最近ね、老舗の食堂にね足を運ぶんですけども、やはりそちらでもねオムライスが美味しいということなんですけど、まあ、こちら菊屋食堂さんでもオムライスが美味しいということなんですよね。まあいただいたんですけど、やはりね他の食堂屋さんもそうなんですけど、それぞれのね良さがあってね美味しかったですね。はい、この備中そばもね昔ながらのねこのそばっていう感じでしたね。いやー、こうやってねレポートしてる間でもねもう一回食べたいなって思うほどですね。いやー、ぜひね皆さん行って食べてみてください。新見駅から徒歩1分以内なんで、もうね行きやすいですよ。車で行かれる方もね、近くに駅の近くに駐車場がありますんで、そこ止めて、もうこちらも1分以内で着きますんでね、ぜひ行ってみたいものですね。営業時間なんですけど、おおよそね、10時から、夜の7時半までということですね。はい、というわけで、皆さん、行ってみてください。今回もありがとうございました。それでは、失礼いたします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。